んか意外になんだろう、ここ島根って鳥取との癒着がすごいねあるんだよね。すごい純米酒ヤマタノオロチ、毒でも入ってんのかな、まさかね。おお、これサンロードっていう割には結構車が普通に入ってきてんぞ。まあ、いきなり古書店があり、佐藤があり、相当寂しいな。結構シャッター街、結構シャッター街といえばシャッター街だね。え、終わり？でも基本あれだよね、出雲大社とかその観光の名所が結構出雲から遠いんだよね。だから機能というか、そのお金を落とす場所、観光客いっぱいいるけれども、その観光客が行かないところにこういう商店街作ってもしゃあないよね。だからお金が落ちるところにやっぱり持ってメイン持っていくべきなんだろうななんて思ってる。ちょっと寂しい。